ごめんください。はい、よかったね。疲れた。ねえ食べる？うん？コロッケ。だって暑いのよこれ。来たよ、今日。誰？あっち。なーに？誰？木下君さ。すぐに分かったよ。こっち来たの。土産を持っていたんだけどね、よっぽど僕が信用ならなかったんだな。いいじゃない、昔のことよ。すぐに帰ったんだよ。ねえ。ん？おいしい？なんだ、呼び通り。だって来てたのか。マリちゃんいる？ミカ。あ、どうぞ構いなく。甘いんだけどな。どうだ。何が？聞いたのよ、栄光なんて広告屋誰も知らないんだから。亮太さんよ。ああ小さなところだ、きっといくらもあるんだろう。あの年になって今更やり直そうだなんて土台無理な話よ。彼いくつになった？3年おじさんよ。いや、まだできる。あっちで頑張ってればよかったのよ。
先生、これ借りてっていい？ああ、持ってっていいよ。ありがとう。先生、また。今度、文芸社の丸目君と会う。書くの？うん。藤木のためにね、読み切りでも取ってやろうと思って。藤木知ってるだろう？え？あいつはいい。面白い。くすぶってて欲しくない。ひげくらい吸ったら？きつくない？うん、大丈夫だ。月曜日には戻る。風邪ひいちゃ嫌よ。君もな。知ってんでしょ。そうだな。嫌よ。ほら。ただの風邪だ。寝てりゃ治る。
相沢でございます。もしもし、明けましておめでとうございます。木下です。亮太です。ご無沙汰していました。おめでとうございます。どうかしましたか？何でもないのよ。そうですか。元気でやっていますか？ええ。よかった。先月こっちへ出てきたんです。この間はお会いできなくて残念だったな。また顔出しますよ。いつ？はい。今からいらっしゃらない？いや、お邪魔でしょ。私病気なの。重いの。重いんですか？ええ。来てちょうだい、お見舞いに。ちょっとでいいの。だってもうずっと会っていないんだから。ごめんください。はい。来たよ。来るって言ったから。よくなったね。シンが病人をほったらかして帰るから。うん。いいことしてやった。亮太君に会ってやった。呼んだの。だってつまんなかったんだもん。一人でなんか寝てらんないわ。楽しかったかい？ええ、とっても。虫の六本の足、それぞれの足が規則正しく並んでいる。障子に張り付いた
日本の触覚がゆらゆら動いている。どこへ行ってしまったのだろう。病気のようなあの匂い、カタ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 と、カタ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 と。ねえ、どっかで食べてかない？うん、またすぐに来るんだ。出ましょう。いや、ここ近いから。何？小杉さんと飲む時もこんな風に出せる。そうね、してあげんじゃなくてもらってんだわ。時々お茶碗までやっちゃうんだから。あの人、できるだけ私に何もさせまいとするの。変な人だ。奥さんにあなたのことを認めさせたんだから。ずっとなんだろ。8年よ。長いわね。家でもあっちでもさ、あの人、奥さんの前でもそうなの。きっと優しいさ。でもそんなの愛じゃない。ヒューマニティだよ。自分は傷つきたくないんだ。
昔子持ちの女に言われたんです。付き合っていたの？その人と。飲むんだタバコ。いや慣れないから。いやいや、あの頃とは違うんだわ。ねえ、それじゃあまた。りょうた、佐山さん、ご無沙汰しました。僕も先生に呼ばれたんです。これも勉強だって。あ、どうぞ。一等いいの用意しました。おお、ご苦労さん。はい、でっかいな。こちらが佐山君のサイコンですか。どうぞよろしく。はあ、なるほど。え、木下のやつが言うんですよ。佐山君にはもったいないご婦人だって。何言ってるんですか。惚れとるんですな。
すまい。ありがとう。シンは行くの？汗はかいてないんだ。嫌な人。誰？
行くの？ね。泊まっていけばいい。今いないんだろう。でも帰るんだ。言うたもん。続かないぞ、こんなこと。あの人に内緒で続けられると思う。だからどうするんだって。返事くらいしたらどうだ。うるさいわよ。いい年してあれもこれもなんて言わないで。いじめったらしいのよ。そんな言い方するの。勝手にしろ。あたりにいい物件が出るそうだ。行きたくありません。冬にはみんなで東京だ。お父ちゃん。ん？どうした？なんだ？ごめんなさい。好きな人がいるんです。誰だ？そいつの名前を言え。亮太さん。もう何かあったのか？私が悪いんです。女のくせして
どうした？今、亮太がどんなご飯食べているのかと思って。会社潰れたんじゃないのかね。真はいつまでこんなままでいさせる気？無性に君の声が聞きたくなってね。どうだろう、今夜飲みに出ないか？ええ、行きましょう。そうか、行ってくれるか？先生は？まだかかるみたいなの。並んでてくれるって言うんだもん。だから置いてきちゃった。そっか。昨夜から先生とこっちに泊まり込みだ。あら、どうして？朝主人作って言うだろ。そんな早く来られたもんじゃないよ。そっか。おかしな話だ。留守の間中何度も何度も先生に呼び出されてね。一緒によく飲んだよ。そう、
それで、あっちはどうだった？変な感じよ。ずっと寂しいんだもの。長かったな。俺もたまらなくなると先生を呼び出していたよ。どこにあるの？ん？おも、喉乾いちゃった。わかった。行ってくる。お願い。うん。落ち着かないの。わがままなんだ君は。嫌になるね。これどうも。あっちに届けんでしょ。うん。はい。気配りは忘れていないのよ。買ってやったもんを着せてあちらさんへ返すようなことだって絶対にないんだから。いいの？それで。いいって？嫉妬はないの？もう恋はないんだもの。じゃあ何があるの？愛してんのね。無神経な女だよ。二人の男に迎えられて、あなたは幸せそうな顔してさっさと先生と引き上げる。あの日銀座に出てあなたたちと別れた後、俺がどこでどう過ごしたかなんて考えたこともないんだ。聞けよ！
ちょ、怒鳴んないでよ。あなたを待って待って、あげく仲良くあの見送って藤原で身柄でだらしがないよ。よく分かったわ、それが愛だわ、だらしがないものよ。めでたい人だよ。あんたなんかに何が分かるっていうの。じゃあなぜ向こうは別れようとしないんだ。私が望まないからよ。シンと私にはね、あんたの知らない生きてきた時間ってもんがあんの。じゃあ俺のことは何だ。浮気か、浮気か。話してよ。何だ言え。言わせないでよ憐憫よ。出るよ。相沢です。あ、君か。うん、うん。いや、いるよ。カロ亮太君だ。変わりました。もう嫌だ。俺もだんだんおかしいんだ。してないって言ってくれ。時々会ってくれるだけでいい。相当なヒステリーだな、彼も。いよいよ会社も怪しいって泣いていたよ。あの人、シンと別れて一緒になってほしいって言うの。分かってるよ。ほっとけばいい。おかしなやつだ。人のものばかり欲しがる。いつだったか得意げに言っていたよ。
前の女房だって飲み屋で見つけた女で、旦那も子供もいたんだって。くだらん。いらっしゃい。今日は先生いないの？そう。うわー、汚いんだ。この間の本はどこ置いたの？先生、ゆっくりしてらっしゃい。ありがとう。ここを触っていい？ハボちゃん、無事帰って行きました。よろしくって。お嬢さんの方だと縫っていても楽しいのだけれど、あの人はどうしてこう趣味が悪いのかしら。陽子がめめの口ひげを切ってみたいと追っかけるので、めめはだいぶオフィスのようです。帰りにこの前のケーキ買ってきてください。席はいかが？慎吾様、ユキ。まるで女学生よ。ベタベタしてて気色が悪いの。そんな女の何がいいのよね。死んも死んだわよ。ああ、いやらしい。何言ってんの。帰ってくれないか。あの時は酔ってたんだ。当たり前じゃないか、その手紙。あっちは夫婦だ。もう嫌なんだ。嫌って？
怒ったの？帰らないなら俺が出る。どこ？一緒行こう。ここいらで小杉さんってお宅ご存知ありません？仕立て屋か何かをやってらっしゃるお宅なの？あ、陽子ちゃん家だ。どうした？誰もいない。上がりなさい。今朝から東京に行ってるんだ。迷って迷ってここに二度も通ったのに、1時間以上も歩いたのに、
むといい。どうした？出ましょう。出ましょうよ。シンはあの人たちと別れることってできないんでしょ？よせ。あの人に今日聞きたかったの。だってあなた優しいから。そんなのできないのよ。ビール飲むか。私、亮太とずっと分からない。旅行にでも行ってくるといい。気分が変わる。ダメなのよ。何もかもダメなのよ。どうにかしてよ。すまん。嫌よ。こんなのもう嫌。明後日にはそっちに行く。20日だ。
私が来たことあの人に伝えてよ。わかった。絶対よ。あの人なんて？うん。あの仕事やるよ。出版社へ行ったんだ。どの仕事？忙しくなる。明日から取材に出る。ねえ、エロ剣豪の小説だ。なんでよ。やらないって言ったじゃない。そういうの一番嫌ってたじゃない。金にはなる。嘘。そんなの嘘よ。
死ね。ね、しん、かけんぼみたいじゃないか、そんなの。お酒ついたり汚れた灰皿とっかえてそんなことために捨ててきたんじゃないわよ。君、香水つけないんだ。その方がいい。我慢してないんだから。絵が描きたくて子供まで置いてきて、そういうことが自分じゃ分かんなくなって、だからいろいろやってみるんだって思ってはいたけれど。おい、君。あ、はい。わかりますか？女一人で生きていくことの大変さってやつが。あのね、先生、先生のご本読ませていただきましたよ。いいですか、先生はね、もっともっと書くべきなんです。そうか。ぶちまけるんですよ。だって誰よりも才能が終わりなんだから。
相沢でございます。368-1890番さん、神奈川県鎌倉局2945番さんよりお電話です。はい、お願いします。あの、もしもし、相沢さんのお宅でございますでしょうか。はい。小杉です。小杉はおりませんの。はい、あの、小杉さんは一昨日から取材旅行の方へおいでです。明日にはお帰りになられるそうです。あのね、それじゃあ帰ったら伝えてくれます。国の姪が入院したんですって。そっちからお見舞い買って送るよう言っといてくださいな。はい。クッキーとかかわいいネグルジェなんかでいいわね。ねえ。はい。はい。ねえ、いっそ住所も控えてくださる？うちの人少しあれなもんですから。はい、ごめんなさいね。山形市。山形市末広町。末広町246246番地。番地有機病院内。有機病院。あ、有機はね、紬の有機ですよね。あら、よく知ってんのね、偉いわ。はい。あなた、相沢さん？はい、申し遅れまして。真のうちに私訪ねて行ったの。それで？それでって、おしゃべりするのにわざわざ出かけたんじゃない？
れ話ができないのは8年の習慣のせい。愛なんかより習慣の方がずっとずっと強いんだから。そうよ、つくづく気づいたわ。飲むんだタバコ。真にしたってそう、長い習慣があるから離婚なんてできやしないのよ。卑怯な女だ。あんた俺にはわからないって言ったんだ。それが愛だって言い訳するのが愛なの。もう来ないでちょうだい。Thank you.
旅に出る。君も用意しろ。しろ。手紙は？着いた？見たから来た。良太の愛を利用してでも別れとは何だ。やり直したいの。違うの。この家すら出て一人でやり直したいのよ。そりゃこんなままの方がずっとずっと楽よ。でもどうにもなんないでしょ。死んだって分かってんだ。一緒にだ。何かが変わる。行きましょう。行こうか。来ないとは思わなかったのですか。あなた来るって言ったもの。寝たか。
地で僕は死ぬかもしれない。行かないか。二人で。じゃあ、行ってくる。相沢でございます。元気か。僕だ。
ええ、今家から？いや、タバコを買いに出た。駅前だ。そう。おかわりはなくって？そっちはどうだ？うん。ここからなんだわ。ここで確かなものを築いてみせる。そう決めたの。それはいい。ええ。一度、そっちにも行ってみたいものだ。そのうちいらして。小田原へ用があるの。小田原？行くよ。何時だ？お待ちしておりました。お部屋お2階になります。死にたいんだ。嫌なんだもう。何もかも。笑ってるのか。待って、どうして奥さんに頼まないんですか。それはかわいそすぎる。あいつはいつだって一生懸命なんだ。